はい、皆さんこんにちは、マネルギルビジです。では今回は信長の野望大失敗記と、斎藤家興亡物語続けていきたいと思います。まあ、道三から始まり、義辰、そして今、辰沖と進んでるんですけども、まあ、辰沖のね、能力が、まあ、こう言っては何なんですが、はっきり言って、カスです。はっきり言ってカスですね。これが辰沖なんですけど、まあ、どれも平均以下。なので、まあ、周りの武将、まあ、光秀はじめね、優秀な武将にね、なんとか支えられて、プレーをしていきたいなというふうに思っています。ちょっとね、斎藤家の、もしお身内の方がいらっしゃったら申し訳ないんですけども、あくまでもゲーム上の話です。で、今回はですね、まあ、本願寺を、まあ、北陸越前から駆逐しておきたいなと、いうふうに思ってるんですが、まあ、その場合ですね、上杉謙信との国境を接するっていう可能性も出てきたりするので、まあ、ちょっとそこもどう対応していこうかなというところでね、ちょっと思案をしなきゃいけないんですが、いずれにしてもお金も兵糧もないという状況なので、ちょっとね、流れに身を任せながらのプレイになってしまうかなというふうに思います。ではまず早速ですね、小山御坊と大聖寺、これね、どっちもかなり堅牢な作りになっている拠点なので、両方一気に陥落させるのは難しいかなとは思うんですが、まず一つ、どっちかね、攻略を行っていきたいと思っています。できれば大聖寺を落としたいんですが、ちょっとね、そのあたり確認をしながら進めていきましょう。まずは出陣の設定です。お金ないので、投資とかができないというところですね。大聖寺に代わりに兵17,500はちょっとないね。兵糧が全然ないので。これを、しかも大聖寺にこもられるときついな、3700の兵で。となると、野戦にしたいですよね。野戦に引きずり出しましょう。そのために、兵力を、ちょっと削ります。まずは、ドカッと削る。沢山城からも削る。8600でどうだ？出てこないね。ここはどうしても野戦に引きずり出したいので、もうちょっと兵力を削りましょう。反米隊は削りたくないな。となると、長近を削ってどう？これでも出てこない。出てこないね。では、司馬長秀。これも削ってどう？これでも出てこない。絶対出てこない。そういう感じだな。久木義隆を削り。これだったら出てくるだろう。さすがに。出てくるね。兵5400で。ライレンの6500と戦うのか。ちょっときついよな。兵力せめて5分にしたい。久木義隆を入れてどう？そうすると出てこない。いやー、さすが難しいの設定だけはあるのかな。これで出てこない設定にするか。ギリギリのところを探りましょう。ちょっとね、しょぼい戦いになりますけど。まだ出てこない。いや、何なんだこいつら。マジで。これで出てくる。5400。5400で敵6500に戦うのか。そしたら、大聖寺を攻める兵5400はちょっと死んでもらって、皆さん、代わ続いりてにください。小山御坊を取りに行きましょう。決戦兵力。ここに兵を集中する。兵8700送り込んで蹴りをつけましょう。そうするとライレンは出てこないっていうこと？ライレンが出てこなくなっちゃうんだな。籠城されてもちょっと勝ち目ないんだよな。そうだよね。むちゃくちゃ硬いもんね。94日分もないからね。兵糧が。わかりました。そしたらちょっともう一回兵力の再編を行っていきます。
はい。そしたらですね、まず大乗寺の方には兵5000。これで雷電の6000と戦います。まあ、ここはね、ちょっと勝つつもりはない。あえて負けてもらう。雷電の兵を、小山ごぼうから引き離すための策ですね。で、その隙に別動隊が小山ごぼうに6000で攻めかかるという、段取りですね。おそらく大勝寺で味方の兵が敗れてしまうと思うんですけど、雷電の兵も6000から、まあ、3000ぐらいまで減らしてくれれば、小山ごぼうに攻める6000の兵でこれを撃破。小山ごぼうと大勝寺に兵がすっからかんの状態の時に攻めかかるという段取りです。では、進めていきます。かかったな、雷電。我が策に。いや、いろんなところで、みんなボッコボッコ沈んでるな。どうする？ここは自分で指揮を取るか、どうするか。敵3600。いや、自分で指揮取ろう。雷電6000ではなく3600ですもんね。これだったら勝てる。むしろ勝てる。罠は設置する水。鉄砲水。鉄砲水を設置。さらに参り。敵の戦力を削ることに専念する。で、一番変更します。これで改正します。待ちですね。ついてこい。ご命令ください。始めるぞ。命令してくれ。さあ行こうぜ。ゲチオ、覚悟しろ。ゲチオ、始めるぜ。では時間を進めていきましょう。勝ったは勝ったんですけど、味方の兵残り345。これじゃ大勝寺は攻められないわ。ちょっとこの間にどうするかだな。雷電の兵も来ていることではあるものの、さらに兵を送り出すしかないな。スピード重視でいきましょう。10日で着陣できる兵はいない。いや、数が足りないな。どこ見ても数が足りない。兵4200をかき集めて、大勝寺で決戦だな。なんとか2つの城一挙に取りたいですよね。まとめて報告いたします。先月の収支です。ここはどうしてもまとめて2つの城を取って、行為の憂いを完全になくしておきたい。これにて表情、まあ、そういうところかな。海外支援を入れておきます。で、今回お金を使って外交をねちょっとやっていこうと思うので。おお、士官いいね。全員許容だ。片付けない。外交です。まずは延長の同盟。筒井とは延長同盟12ヶ月。さらに六角とも延長の同盟だ。同盟の延長で、あとは三好同盟締結しておく。
そんなところかな。今川とは何もできないね。武田とは婚姻同盟あり。となると、あとは親善で。上杉、無理か。上杉謙信と国境を接したくないな。さあ、どうなる。小山ごぼうで決戦して、小山ごぼうを取った後、大正寺に返す方の戦力がちょっと用意できないかな。悩ましいですね。じゃあ、長島に進出しておきます。かしこまった。あとは、そうだな。ミド。かしこまった。我が妻、やはり天下無二のものですね。うわ、本願寺結構打ってた。しかも国衆将兵か。国衆将兵ほんと強いんだよね。ここは雷霊の兵を確実に撃破しておきます。我が策があれば、勝つのは必然でした。で、半兵衛の兵はそのまま小山ごぼうの攻略に入る。問題はここだな。大勝士。両方の城を取ってしまって、謙信に備えたいところですよね。攻撃で104日か、かかるなぁ。104日はかかるわ。兵糧が心配だなぁ。大正寺も630の兵が入ってる。強行で48日。一刻も早く落とす。で、忘れられた男、北条と上杉の話ですね。じゃあこれは少し見ていきましょう。お盾の欄がね、この後起きますからね。では、攻略戦、続きを見ていきまーす。先月の兵糧だな、心配なのは。まず、大正寺は強行で48日で落としますと。我が覚悟、お見せしよう。問題は、兵糧が持つかどうか。っていう観点で言うと、小山ごぼうも抜けると言えば抜けるか。ここは謙信となんか吉見を通じておきたいところですね。なんかその手立てがないかな。なんとか謙信と仲良くしておきたい。六角から兵の貸し入れ。これ、お金がもらえるのでやりましょう。金を。しかも6600。むちゃくちゃ助かる。これは金をもらおう。かたじけない。で、兵糧を買う。北畠と六角。ここは六角に勝ってほしいな。16500と10000。北畠と、智則と六角ですね。ここは六角。頼むぞ。よし。
では小山御坊と大正寺の攻略戦進めていきます。ここでね、ようやく小山御坊も取ったので、本願寺の拠点はね、もう堺、大阪のみになりましたね。一方、謙信の方も、だいぶ勢力を伸ばしてきていて、我々と国境を接するという状況になるので、まあ、しっかりね、防御を固めていく必要があるのかな、というふうに思います。で、足利将軍家とは一時的に講和をしているので、しばらくの間はね、戦争はないかなと思うので、内政の方をしっかりやっていきたいと思います。バカな、死ぬというのか。使いの者が来たようです。はい、本願寺と講和ができるのであれば一旦講和しましょう。この後上杉の出方がわからないので、無条件で一旦講和をします。もう本願寺と争う理由もないので、上洛でもしない限り本願寺のね、大阪の方にね攻め上ることもないと思うので、しばらくはちょっと上杉の出方を見極めたいので、対面の対象になれないように、講和をしておきます。いや、ここでまたいつの間にか将軍家との講和が取れて、ご内緒出してきましたね。これで敵となる国がどれくらいあるかだな。出たー、謙信出ましたね。いやー、やってくれるな。となると、この次は上杉家との戦いになるわけですね。謙信とのね、親善が済んでただけにちょっと残念ですね。いや、将軍家の対面本当に強力ですね。まだ迎撃の体制が整ってないというのに。早速来るよ。23,000とかもうちょっと無理だわ。いや、ちょっと小山御坊は捨てて大正寺で迎え撃つっていうのを考えておかなきゃいけないですかね。せっかく本願寺を潰して上杉家との親善を始めていたタイミングだったんですけどね。いやー、将軍家の対面は本当に強力ですね。というところでね、前半すごく戦略通りに進み、後半やっぱりひっくり返されというね、急転直下の展開続いてますが、今回はねここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの苦しい厳しい戦いを乗り越えていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や
あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。